394ヤードのパー4です。10番ホール、はい、おはようディアンス。第4話スタートです。はい、帽子の色変わったこと突っ込んでください。どうしますか、マスターズ別日ですか？マスターズ気持ち。あ、なるほど。今から6アンダーぐらい目指していこうかなと思って、気合い入れてマスターズカラーでいきます。可愛いでしょう。いいですね、その色。今年も出るよ。可愛いでしょう。可愛いって言って。可愛い。よし、言わせなかったか。言わせまあ見ての通り、皆さんおなじみセンター狙い西畑です。はい、センター西畑なんで。センター西畑です。くしゃー、えぐ。ちょい左。はい、内緒です。まーす。ストラフかかるかかかんないかぐらいかな。噛んでるやん。キレ悪いで。でね、アラオ君に指導してまいりました。ちょっと、フォロースルー引っ張ってるよっていうことを言ってたので、はい、ライン出しね、インから外に振ってくイメージです。なるべく頭動かさない。はい、じゃあ後半お願いします。お願いします。お願いします。ちょっと後ろの方に見られても恥ずかしいですね。集中や。はい、見とけぐらいの感じっすよ。素晴らしい。まあこれはいいよね。打ち出しもっと右狙っていいけどな。大丈夫。あれ、あります。うん、大丈夫。バンカー方向へ。まあ狙いは右サイドからドローぐらいでよかったよね。右広いから。右に行かないです。何？なんか昔は右ばっかりしたのに、なんかいつしか右に行かなくなっちゃった。いいことやん。だからしっかり捕まえて、うん、どんどん行っちゃおう。では後半よろしくお願いします。お願いします。はい、西田さん、今回は、はい、後半はこれの男で。ティリティリ。あ、反対か。毎回さ、コメントでさ、西畑さん見てるの反対だよみたいな感じ。あ、西畑さん違います、こっちです。え、あ、TL1。 あ、素晴らしい。これサイズ感が、あ、僕ちょっと思ったんですけど、うん、サイズ感前回とかはちっちゃかったじゃないですか、うん、今回ちょっと大きいじゃないですか。そうやね。これすごいフィット感あって、あ、逆にいいかなっていう。あ、あのこれ、まあ、僕の感覚じゃないんですけど、多分ね、これ私思ったんやけど、はい、手がちっちゃい人は別にちっちゃめいいんやと思うわ、うん、ただ手大きい人からすると滑るんかな、どうなんやろ。それはあるんかもしれへん。まだこっち使ってないんやけど、ただね、やっぱり違いはあると思うのよ。前回のはね、すごい早かったよ。だけど早かったですね。早かった。今回は手ぶれが全然しない感じで。あ、マジ？はい、僕ギリギリセーフです。セーフや。まあちょっと打ちやすいとこずらしちゃって。はい、ピンじゃな、ピンまで121ヤードです。あ、ちょっとクラブない。いきます。ちょっとつま先上がりなので少し右向いて打ってきます。あ、やべ、嘘。オッケー。しっかりミスっていきました。じゃあちょっと西田さんの方行きましょう。うわ、悩ましいが8だこれ。めちゃめちゃ使いやすい。感動これ。ちょっと GD 分からんやろこの感動が。分かりますよ。分かってない。ちょっと怪しい相槌。140ヤードみたいですね。8番やん。しっかりいきます。もうちょい帰ってこい。わあ、ナイスです。オッケー、ナイスさんです。ありがとう。皆さん、そのままカートお願いしてもよろしいですか？了解。やっぱ西畑さんえぐいっすね。僕この後半から T9 使ってるんですけど、しっかりグリーンの傾斜出てくれるんでめっちゃ分かりやすいですね。ちなみにめちゃくちゃ受けてます。では3打目です。残りピンまで57ヤードです。58度です。行きます。なんだ？
ちょっと変な感じ、くぐっちゃいました、くぐったのかな、ちょっとよくわかんないです。日誌いっちゃうよ、汚なボール、ここはね、映さない方がいいです。よし、いきます。はい、上り、2段グリーンの壁が高いのにしっかり打ってきます。うわぁ、いやでもナイスタッチです。ちょっと開いた、これちょっと抜いてもいいですかね。いいよいいよって勝手に、すいません、ちょっと早急に打ちます。お先、はい、アイナスパーです。いやもう平気で入れてきますもんね。はい、僕もパーパットです。おー、いいパーパットやな。はい、フックラインちょうどティーギリギリ狙うぐらいか。そうですね、頑張って狙っていきます。いいタッチや、来た、シー、男前。でもこれぐらいやっぱ強さ残していきたいですね。これぐらいいかなあかんわ。すいません、川崎長輩、失礼します。すいません。まあまあでかいピンやな。結構でかいですよね、うん、初めて見たこんなでかいピン。てかセカンドニアピンとかあるんですね、うん、ではボギーパットです。ほぼまっすぐで打ってきます。はい、イエーイ、ナイス。お、まあまあ幸先いいスタートで、はい、じゃあ私がパーの、あの奥ボギースタートということで、なかなかマスターズキャップいいんちゃうかな、これは幸運の。では次のホール行ってきます。11番ホール337ヤードです。なんと池まで、池までが消えてますね。池間216ヤードです。で私今手に持ってるのはU4 とやるやつですね。西畑さん、その帽子、ここ何ですかこれ。何？あ、T 入れちゃう。え、すごすごいやな。T 言いながら T 入ってへんのちょっとどないなんて話やけど。ここどこ？うまいっす。ここに？ここ、そうです、そうです。これ？はい。あ、これはね、サングラス。あ、確か、サングラス入れ。こっちもあるやろ。あります。サングラス。え、すごい。でしょ。プーマさん考えてんやで、いろいろ。へぇ。で、何？集中力を切らす作戦か。そうはいかんぞ。U4 フェアウェイど真ん中狙い、はい、池まで216ヤードです。はい、わお、完璧です。ノンプレッシャーで打てたな、ユーティリティやから。あ、もう完璧じゃないですか。いいとこやね。ずるずるってでは僕は6番アイアンでいきます。生意気な。それは何、もう僕は6番で200いっちゃうよぐらいの感じな。全然いかないです。もうそれとも安全に。そうです、5番だとダフリが怖いんで。お、賢いゴルフですね。では左のチーピンだけ神様お願いします、なしで。はい、あ、まあまあまあ思いのほか手前やん。めっちゃ先っぽでした。先っぽでした。ちなみに今目標方向バンカー右縁ぐらい向いとったからね。あ、ちょっと左見てたんですね、うん、で気持ちまっすぐ打とうとして、そのズレで引っ掛けでしょうか。荒尾選手、いきましょう。はい、行きます。あ、ストップ、荒尾くん止まってて。あー、ブヨにやられたかな。え、なんすか、このさ、右足のさ、膝の裏、これ、うん、かゆない。確かにそれね、ブヨやと思います。うん、血出てくるやろ。あ、ブヨです。え、やば、膝裏腫れます。確かにちょっとどっか痛かったんだよね。ちょっと痛かった。はい、ってことでセカンド行きます。行きます。完全にマネジメントがダメでしたね。ダメでしたね。
西田さん、はい、今みたいに僕みたいに、うん、あのマネジメントしといてミスするっていうのは、うん、これどうなんですか。あでも実際その私が思ったのはもっと後ろから見てアドレスに入ってった方がいいよっていう、結局マネジメント OK やけど、うん、ちょろっと言った目標方向がそもそも左に向いとったから、はい、でも気持ちはさセンター狙ってるわけやん。 そうですね、そこで結局スイングのズレっていうのが出るんで今のは完全にラフったなっていうのはある。なるほど OK。 ここでまあなんでやっぱり向きとかそういうのも大事よ。そうです、ちょっともう、まあ、アライメントからしっかり。そうそう、はい、ちょっとギリギリ OB 手前だったんですけど6番アイアンでいきたいと思います。ピンまで176ヤードです。いいですね、すぐ出てくれてありがたい。手前エッジまで160ヤードです。木の上越していくような感じで6番アイアンいきます。ちょっと右なのか、あれ、おっ OK、 すごい左にキックしてた。ラッキーです。行きましょう。西畑さん何ヤードですか。165。めちゃめちゃいい。これてかマジでサイズ感は全然苦にならない、ね、サイズ感が逆に大きいからなんかこう手震えるっていう人はこれがいいと思う。 なるほど。である程度逆にもう当て慣れてますよっていう人は逆にあの価格ちょっと抑えて普通にちっちゃいやつでも全然いいよね。うん、います。はい、6番ピンまで150ヤードです。あ、右行った。うん、カラー。いや、ナイスです。はい。これはね、いいわ。まあだからほんまに私のようなちょっと初心者っていうかこういうの苦手な人ほどちょっと強気の値段出していいかも。って感じやな、感想は。早いですよね、出るまでも。出るまでのスピードはやっぱ早い。ただやっぱ前回宣伝させていただいたやつもめちゃめちゃ早かったの で、はい、でね、スピードで言ったら確かにスピード重視やったら結構あっちの方がいいかな。でなおかつこうポケットとかに収納しやすい、でもう当て慣れてる、ある程度手ぶれはもう慣れてるよっていう人は価格を抑えていいかも。なるほど。これはもう完全にほんま手震えちゃう私みたいにこうやって合わせづらいっていう人はもう買いやな。これすぐ使いこなせてますもんね。うん、そうやね。オーライ、アラオちゃんね、右ラフぐらいにある。はい、あった。うわこれ、なんちゅうラフなんすか。これは撮ってます。素晴らしいね。超逆目ですよね、しかも超逆目、排水溝の近くのラフなので毛が伸びきっております。排水溝に向かって生えておりますね。すごい撮られますね。うん、クラブ58度です。58度で、同じリズムで振り抜いてあげることが大事です。こういう長いラフはインパクトでガチって力入れてしまうとシャンクになったりするので同じリズムで振り抜く。はい、はい、真ん中ぐらいまで行こう。はい、おお、食われたね。めっちゃ食われました。まあまあまあでもいいよ。オーライ、初めてこんなゴーラフから打ちましたでは上り、鬼フックラインやな。鬼フック上り結構フックですね。フックやな。いや、めっちゃ距離感いいっす。距離感いい？あーでも止まったな。少しやっぱ最後登ってる分って感じですかね。しぶとく重たいね。そうですね、少しまだグリーン湿ってますね。湿ってますね。いや僕はだいぶ距離ある。もう荒く入れちゃおうや。はい、西田さん一回マークしますか。うん、ちょっとお詐欺したいけど踏んでしまうから。かしこまりました。しっかり入れて恩返しさせていただきたいと思います。お願いします。もうちょい左やな、ボール。 OK、 あ、来たんちゃう。来た。うわー、惜しい。 OK や。ありがとうございます、ボギーです。 OK パー。じゃあボギーです。ボギー、あ、そうか、ボギーか、失礼しました。ね、さっきからさ大事そうにずっと持ち歩いてる、どうにかしてほんまに、これ
触り心地もめちゃくちゃいいですね。お宝のように持ち歩いてたから。結構これ僕好みですね。虫が、はい、ナイスパーです。はい、パーボギーですね。パーボギー、僕2オーバーです。2シャッターパープレーです。バーディーいっちゃおう。いや頑張りたい。後半はですね、なんとコンペの間に入るという奇跡のことが起きておりまして、めちゃめちゃ急いでおらっしゃいます3人走っております。スピードゴルフです。一番大変なのは GD そうですね、間違いないですね。はい、じゃあ次行きます。はい、はい、では西田さん、質問コーナー行きます。はい、おー、あきほちゃん大好き人間です。マジありがとう。右肘が正面に来ないのと左肩がギャン上がるのが悩みです。あ、ギャン上がり、ギャン上がり、右肘が正面に来えへんっていうのは何、こういうことってことなんですかね。こんなんいかんくない、そもそも。どうなんですかね。私は右脇は常に自分の脇腹にひっついてるようなイメージで打つので、左の腕が正面は分かるんですよ。右の腕があんまこう真ん中に来るっていうのは開いてる状態になりそうなので、左の腕正面でいいんじゃない。左の腕正面って感じで、常々こうグリップエンドがへそ向くようにと。そうよね、うん、正面で取るイメージは私は心がけているので、もし私が感覚を伝えるならば左かななんて思うし、で左がギャー上がり、左肩ギャー上がり、こうなるってことですか。おそらく、まあ左のお尻の使い方じゃないですか。これは動画見てもらいたいですね。右左って流れるとこうギャー上がりになると思うんで、お尻は引くっていうこういう動きです。左膝伸ばすでもいいけど、基本的に頭目線は下に向けたままお尻は回転させてあげるっていう感じでやれば、でそこにさっき言った左の腕正面で取るでめっちゃ綺麗なインパクトな気がするんですが、まあ鏡見ながらやってもらいましょう。そうですね、はい、ということで、はい、解説してる場合ちゃうぐらいもういってるやん。はい、12番ホールパー5、491ヤードです。第4は最後です。よう覚えてんな、そんな何話と何話って。一応僕あの構成作ってるんで。そうですよね日差しにやられております。西畑です。センター狙いでいきます。センター狙いですね、もちろん。ここめっちゃ景色綺麗です。うわ、眩しくて見えへんすごいですね。すごい、イメージだけでいくわ。あ、ナイスショットです。はい、今日西田さんずっとグリーン、あ、グリーンじゃない、フェアウェイ左をずっと捉えてますね。そうやね、今日でもちょっとあんまり軽めに振ってますよね。なんか守り入ってるかもしれないね西田さん今イーブンですもんね。うん、守り入ったあかんやろって。いや十分ですよ。なんかズボンが腰パンみたいにずってくんねんけど腰パン西田さんや今日。あ、西田さん僕入るんで集中、あの静かにしてくださいはあ、どうぞ。おー、いいね。でもだいぶ綺麗よ、横振り。これは大丈夫。大丈夫ですか。大丈夫やろ。もっと右や。だんだんこう横振りが定着してきて、ただまだちょっと左に。全然もっと右向けっちゅう話よ。右向け、右、はい、どこ狙ってんや。あんだけドローするんやから、あなたは右のラフから巻いてくるぐらいでいいよ。すいません。ギリギリ左ありました。7番アイアンでいきます。刻みしかできないんで、後ろのネットが怖いんですけど、ハーフショットぐらいで打っていきます。いいスイング映るね。行き過ぎ。オッケーです、ありがとうございます。ちょっと3つしてから行くんで行っててください。じゃあ私はバンカーまで約200ヤードのあの狭い花道を狙っていくわよ。ちょっともう紫外線で目バグって飲むのも嫌いなんで。サンバウトですね。うん、センターバンカー方向狙いだな。
3番ウッドです。一緒です。ということでピッチングで119ヤードです。やばい、ヘッドに、はい、まあいいスイングできてるからね。めっちゃつま先上がりです。ちょっと見えないです。あ、まあでもいいんじゃない、右サイド、はい、西田さん暑くなってきましたね。そう、暑くなると静かになるんですよ前回のね教訓もありますから熱中症になってしまう。でもな、気分いいよ、マスターズの帽子かぶってから。だから本当にチャンピオン、白の T シャツに、T シャツ、ね、ポロシャツにあの緑の帽子って映えますね。いいでしょ、グリーン、あのな、マスターズ選手はこんなバンカーに入れないけどね、絶対にそんなことありませんよ。ほら、ほんで低いとこから入らなあかんから、もうちょっと見とって、これ、はい、まあどっちかっていうとマスターズで出てるか、マスターズに出てる旦那さんの奥さんみたいな、絶対一番気分いいやろ、今日ね。うちの旦那、マスターズ出てるのよ、ぐらいの。でもマスターズってとてもすごい大会なのに、日本人の方、みんなゴルフしてない方、わかんないですもんね。何ヤードでしょうか。65。どう来てるんですか。どう来てるんですか。では。52度。めっちゃうまいっす。おお、いいね、旗包み的な。プロゴルファー猿じゃないですか、ね、初めて見た。バッチリ当たったな。初めてか、あれ。びっくりしました、今本当に。かがんでたもんな、はい。YouTube で見るプロゴルファー猿が現実に起きました。猿西畑です。今のすごいっすね。猿っぽい顔してるしな。めちゃくちゃピン刺してましたね。刺してたけど、あ、当たるとね、離れていっちゃう説あるんですよ。確かにそうですね。多分どっか行きはったやろ、ボール。あ、手前にあります、ね、やろう。当たらん方がもうキュキュって言ってたかもよ。確かに結構スピン入ってますね、今。もう完全に距離計様々やわ、全部。本当ですか。アップルウォッチ型と、アップルウォッチ言うなあの、何やっけ、T9? T9 T9 と、やっぱこのやつレーザー系バッチリやわ。なんかストレスないですね。ない。でこれは安定感、西畑さん手ぶれの天才なんですけど、そう、全くしてないですもんね。で、イライラしてきたり、あとやっぱりこうなんか合わせなあかん、早せなあかんで緊張して手ぶれするから、はいはい、それがない。不安な人絶対。どこでつまずけるんですか。トラップがあって。はい、じゃあ僕からやっていきたいと思います。結構グリーン周りラフあれですね。ご案内お願いします。険しい。ピンまで13メーターです。52度です。なぜ52度かというと、52度しか持ってきてないからです。まあ、それでも寄せられるようにね。はい。OK。はい。ピンに当たった跡がついてる。結構戻りました。あ、でもまあ想定内ぐらい、想定内止まったかも。よし、バーディーチャンス、スライスです。はい、さあマスターズチャンピオン西畑出られるか。何一人で実況してるんですか。100万年早いまだよし、ふざけたこと言ってるから。キラーなんですよ。キラー、キラー、キロです。マスターです。あー、マスターズチャンピオンには絶対なられへんわ。ここもパーパットです。それはもう病気やな。はい、これがゴール。
ついてないね、ちょっとね。なんで帰ってくるんですか。ボギーバックです。ジーディーもほっときやんな。ボギーです。3連チャンボギー。泣きたい。まあ、今日リサートさんは実際にクルリンパしてるね。なんかクルリンパの日ですね。僕あんなにクルリンパしたことないんですけど。もう芝が伸びてさ、重たいからさ、スルンとは入らんのね。まあ、世の中と一緒でうまくはいかないって甘くないよ。そう簡単に、そう下がればやけどな。だから全部入れとったらほんまにパーパーパーぐらいで。そうですね、まあここが僕の課題ところでもありますね。まあでもいいじゃないですか。いいですね、ゴルフ場に来ると常に課題を与えてくれますね。ゴルフ場様様。石田さん、はい、ずっと思ってますね。なんか触り心地良くないですか。 そう触り心地、確かになんか宝物のように持っているかもしれないね。なんか使わないのにずっと持ってますよね。まあなんか一応せっかくいただいたしぐらいので、あの前のさちっこいやつはさお尻に入るから、はいはいはい、お尻にずっと入れとったやん。でこれもさ、あのメンズのパンツが全然入りますね。入れ物みたいなって。 あ、 ありますあります。入れ物な、白で汚したないからな、これ持っとこうと思って持ってんねでもよくあのあれですよね、プロの方も普通にラウンドしてるときに地面に置いたりしますもんね、うん、結構みんな持ってはるで。ってことで第4話終わりました。何感動やね、今スルーしちゃったけど。そう、突っ込まないでください。はい、第4話終了ということですね、はい。まあ、案の定変わらないミサーター、パワープレイということですが、はい、荒尾ちゃん今後半なんぼよ。スリーオーバーです。ボギーボギーボギーなんで、まあまあまあでも耐えてるっちゃ耐えてるよね。バーディー1個来たら流れ変わるなぐらいですよね、はい。あとドライバーのスイングも西田さんのおかげでだいぶ良くなってきてるので、ちょっと落ち着いてきたね、はい、後半ね。しっかりいいとこ見せられるようにやっていきたいと思います。まあじゃあなんか次第5話やろ。はい、まあ期待してますからね、多分ホラーの皆さんね、してますよね。頑張ろう。頑張ります。とりあえずデコボココンビで。はい。じゃあほな次の動画でバイバイ。絶対次3ホールで2つパー取ろう。ここへ。